今日はブルーバックスの、自閉症の世界を紹介したいと思います。現代は、ニューロトライブということで、考え方のこう部族がたくさんいますよというような感じですね。私たちはこういわゆるノーマルな人と少しこうエキセントリックな人というなんかくくりがあります。でそういう、こう考えをこの人は変だなと思ってこう社会から外していくのか、それともこういう考えがあればあるんだ、こういう人たちと一緒にいることによってもっと新しい発見があるかもしれないなというふうに一緒に生きようとするのか、でそういう姿勢がこうどちらが大切かと言われると、やはりこう多様な世界に生きた方がいいに決まっています。でそういう中で考え方もこう部族のような形、いろんな種類があるので、そういう人たちと一緒にこう生きていきましょうというような意味があるこうニューロトライブという現代です。でこの自閉症ですね、最近増えていますが、もともとたくさんいたんだと思います。それが、定義がちょっと変わってきましたので、増えているように見えます。で昔の科学者で、とても偉大な科学者で、キャベンディッシュさんという方がいました。こちらですね、1700年代、18世紀の科学者で、水素を発見したりとか、アルゴンを発見したりとか、もしくは水が化学合成作れるんだよとか、そういった、研究をしていきました。ただ彼は子供の時からほとんど人と話すことができなくて、その性格を病的なほど内気だというふうによく書かれています。で今から考えると、やはりこう自閉症に近い方だったんだろうなと思います。で彼はとても恵まれてまして、家族がとてもこう裕福だったので、話せなくて学校には行けない、だったら違う方法で学んでいただこうということで、こう親がいろんな機会を与えてくれました。ですのでちゃんとした機会があれば、こういう内気な人でもこのような偉大な科学者になることができるということです。で自閉症の中でこうアスペルガーという、くくりがあります。でアスペルガーというのはハンス・アスペルガーさんという博士がいまして、彼がゴットフリード君というのを見たときにですね、彼はすごく内気な人なんですね。ただいろいろとこう内気なんだけど、コミュニケーション手段が違うだけで、それ以外はこう正常だし、ある部分ではこう得意なこう才能を持っているんだよということをこう報告しました。でそれは今アスペルガー症候群という名前で名前が残っています。いわゆるこのアスペルガーの人、ゴットフリード君は KY な人、空気が読めない人で、アスペルガーの方はそうですよね、結構自分中心に向いているので、他の人がどう考えているかとか、そういった共感のこうサーキット回路があまりこうないんですね。ただそれはそれだけの話で、他の部分はもう同じような考えを私たちと一緒に、私たちというか正常な人と一緒に持っています。でそう考えてくると、正常とこうアスペルガーというのはそんなにこう変わりはないんじゃないかなとも思います。普通の人がここら辺にいて、キャラの濃い人、キャラの薄い人みたいな人がいて、私たちはこの普通にあるべきなんだよというふうな考えを持つんだったら、こう KY な人というのはこう排除されていくかもしれませんけど、いやいや、私たち人間脳の働きとか、もしくはこう性格というのはスペクトラムのような、光の、こうスペクトラムのようにいろんな多様性があるんだよというふうに考えるんだったら、それを受け入れていきましょうよというようなことをアスペルガーさんは当時考えていました。で彼の言葉の中で、社会で生きるのが困難な人がいると、この KY 君ですね、アスペルガーの人です。そういう人たちに安心できる環境を与えるのが私たち社会の責任なんだというふうにこう言っています。もしくはサバン症候群ということで、やはりこう対人コミュニケーションが難しいだけど、ある特定の分野には特別なこう才能があるよ、レインマンの映画で有名な、キャラですね。そういう方々を受け入れていきましょうというのが、今の考えなんですが、それに至るまでは結構な時間がかかったんだと思います。この本はそういった歴史をこう紐解くのにとてもこう興味深いですね。で時代的精神というのをここで知ることができます。
例えば知的障害者へのこう明らかな差別というのはもうひどくありました。で、1937年のフォーチュン誌のアンケートが残っているんですけど、フォーチュン誌のアンケートで知的障害者に強制的に不妊治療することは良いことか、ね、賛成するかどうかというふうな質問があるんですね。で、今そんなことを聞いてもそんなの賛成するわけがない、ね、ほとんどゼロに近い、ね、まあ、ちょっとエキセントリックな人は数パーセントいるかもしれないけど、そんなにはいらっしゃらないと思います。しかし当時1937年では3分の2が賛成しているんですね。そういう、こう時代的背景がありました。で、それはナチスの考えはそういう人たちは子を残して優秀な遺伝子をこう残すことができない、優秀な民族になることができない、だから彼らは浄化という言葉を使いまして排除すべきだというふうに言っていました。まあ、そういうことでナチスは知的な障害者というのをこう見つけ出しまして、それを施設に送ると、そしてその子供たち、まあ、大人も含めてですけど、どんどんこう処刑といいますか殺していったんですね。で、その結果ナチスが行ったことは20万人以上がこの時に亡くなったというふうに言われています。まあ、そういうことでこのナチスの考えというのはこう普通の人たち以外というのは社会的にはこう有益ではないんだ、この人たちをどんどん排除していってこの普通の人だけの社会にしていきましょうよという考えです。まあ、そういう考えがあるので子供が、ね、とても難しい問題だと思いますけど、こうコミュニケーションの問題があった時にこの子をどうにかして治療しなくてはいけないという気持ちになっていきます。そうなって考える時に一体原因は何なんだろうかという、ね、ことも考えられます。で、こちらの本の中ではこの毒親、ね、武装親というんですかね、毒親、親が悪いんだ、親の育て方が悪いんだ、だからこういうような内気な、病的に内気な状態になってしまったんだというふうに考える時代もありました。もしくはワクチンが悪いんだというふうに考えた時代もありました。しかし自閉症というのはもう理由がよく分かりません。遺伝的なものも左右されますし、もう何というか育っている時のこう脳の炎症、病気による炎症とかもあると思いますので、それが単一の原因だということはやはり難しいですね。だったらどうにかしてこういう自閉症の問題を治療していこうということがあります。で、今も自閉症の子たちに言語的なサポートを子どもの時からやることによってすごくこう改善するんだということが分かっています。で、そういうことではなくて、例えばこうショック治療をしましょうというのは昔こう、ね、あったようです。何か悪いことをする、ね、例えばどもるとかいう時にどもった時にショック治療を与える、もしくは何かの罰を与える、ね、そういうことで良くなるわけがありませんが、そういうことをやっていた時代もありました。で、やっぱりこういったことを聞くとそこにあるのはこの普通以外になることへの恐れですね。社会的にここがこう、ね、普通以外の人たちをこう受け入れられない社会になってくるとすごくこう恥ずかしい気持ちになって、どうにかしてこの子は恥ずかしい思いをずっとしていくんだから、かわいそうだからということでどうにかして治療していこうという、そういう気持ちが、まあ、このようなことになっていったんだと思います。そうでもないと子供にこうショックを与えるとか、で、電気ショックを与えるとか、そういうことはもう本当によく考えるとこう難しい、できないと思うんですね。まあ、長期的なこう愛があってというのは思うんですけど、そういう時代もあったようです。そしてビタミンを与えるとかね、もしくは食事で何とかをこう食べさせないとか、そういうこともこう行ってきました。ただ良い部分というのもやはりこう見るべきです。自閉症の方々というのはコミュニケーション手段というのは難しいです。で、特にこうビジネスの社会になってくると、こう仕事の社会になってくるとチームワークが優先されるので、チームワークができない、コミュニケーションができないということは才能的には、ね、キャリアとしてはとてもこう低い状態になります。コミュニケーション技術というのが、まあ、いろんなこう技術の中でもこうどん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 こう優先度が上がってきている時代だと思います。しかし
内向的な人はコミュニケーション手段はそれほどかもじゃないかもしれませんけど、他にも良い面がたくさんあります。想像力が豊かであったり、ね、記憶力が豊かであったり、でそういう方々は対面のコミュニケーションはできないかもしれないけど、今だったら、ね、スマホでコミュニケーションを取るとかいろんなテクノロジーがありますので、そういった手段を使いまして、よりこう社会で生活できるような、そういう環境はどんどん整っているんじゃないかなとも思います。で、世の中こう多様性を大切にしましょうという話をします。で、多様性というとよく言うのが男性女性であるとか LGBT であるとか、ね、もしくはエスニックシティですね、生まれている人種であるとか、そういったものがこうダイバーシティというふうによく言われます。しかし脳の多様性というのも、ね、考えましょうということです。自閉症の問題というのは病気ではないんですね。どちらかというと私たちの脳のこうオペレーションシステムの問題なんだということなんですね。オペレーションシステム何かというと、コンピューターというのがありますけど、動いているのが、ま、Windows で動いているのか、もしくは MacOS で動いているのか、もしくは、Linux のようなもので動いているのか、ね、つまりこうコンピューターというのがあるけど中に入っているこう考え方、根本的な作りが違うんだ、ね、だからそういう Mac を使っている人が、ね、Windows の人から差別を受けるとか、そういうことは基本ない。まあ結構そういうのはあるかもしれないけど、基本そういうことは社会的にはないかもしれない、ないじゃないですか。なのでそういうふうに考えていきましょうよというのが、こちらの方の脳の多様性です。で、今この自閉症に対しては結構な国からの予算補助金が出ています。そういったお金を使いまして治すであるとか、もしくは原因を探すとか、そういったところにお金が使われてきました。しかしよりこう大切なことというのは、こちらもそうなんですけど、こう共に生きる、そのために何ができるかということに対して研究をしたりとか時間をかけたりとか、そういうことをすべきじゃないかというのがこちら、ね、書かれていました。例えば、ね、自閉症の方は音に対して敏感です。なかなか静かな環境今ありませんね。もうちょっとした音楽がやはり鳴ってます。もしくは色に対することに対しても敏感です。例えば黄色とかに対してすごく敏感に反応して、とてもこう落ち着かなくなります。そういったふうに考えていくと、私たちはこう理解できないので、なかなか彼らのことをこう気にかけて店作りをしたりとか街作りをしないんですけど、こういうダイバーシティ、多様性を考えて彼らの意見も聞いて、そういった意見を生かしながらこう社会を、ね、作っていければいいんじゃないかということでした。この自閉症の世界ですけど、この自閉症ということを考えると同時に、この、ね、普通とは何なんだろうか、もしくは多様性とは何なんだろうかというのを考える良い機会になった。